2回の巨人の攻撃は後藤からです。桑田もツーアウトから点を許してしまうし、うん、今日もまたちょっとこの両ベンチにとってはイライラの募るような展開かなという。そうですね、感じですね、はい、うわやっぱりピッチャー両方ともね不安な立ち上がりでしょ、今日もなんかもつれそうな予感がしますね。そしてしかも松井はツーストライクノーボールからフォアボール出すという、先ほどそのあれですね、あの言いましたようにね、どこで何が起こるかわからない、ベンチサイドから見たらもっとかボールがボールになったりとかっていう、そういうことが多いんですね。まあ、松沼さん1回も既に2つフォアボール出してますんでね、まあ、これが持ち味ですよですから短期決戦に ね相手があの的を絞られなくてこういう風に勝ってると思いますね。後藤の当たり、片足頭がいっぱいになるんだろうと思うんですけど、去年おととし振り返ってどうですか。村田の当たりはセンター佐々木へのフライ。そうですね、もう5戦目ぐらいになってるともう打席に入っても集中力がなくなってましたね、正直言うとしたら。元木が左の脇腹を痛めているため今日もスタメンで2塁に入っている福尾。今日もジャイアンツは落合がいません。ベンチには第3戦で内野安打の時に一塁に走り込んだ時に左の脇腹の下の筋肉を痛めまして、おそらくこのシリーズ大見さんこの渡辺の方がね、やっぱり1回、2回と比べますと、なんかその調子そのものはまだ本格的ではないんですけども、やっぱりピッチングパターンが、渡辺のピッチングの少し楽にさせておると思いますね。渡辺下の部、今日3つ目のフォアボールで、第1戦もそうでしたけども、福岡に対しては続けてフォアボールですね。これでね、なんか投げにくそうですね。そしてこのグラッテン、大田さん、このグラッテンが15打数1安打ですよ。初球打ち、佐々木がちょっとバックして